はい、どうも皆さん、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。前回の続きからね、やっていこうじゃねえかなと思っております。前回からですね、1対1のタイタンホール2のね、プライベートマッチでやり合ってるわけなんですけども。そうですね。はい。今回はその後編として、やっていきます。第3戦、4戦。3戦目ですね、クレーバーのモッドなし、戦術なし、ブーストなしの砂戦をやります。はい。で、ステージはね、なんかね、余裕をぶっこいて、ね、選んでいいぞと、言ってますからね。まあ、砂戦と言ったらね、僕はここなんで、もう、僕のホームタウンで、好きだね。ちょっとやり合おうかなと。ここはね、好きなステージなので。ここでね、やり合いたいと思います。じゃあ、準備はいいかい？もう全然大丈夫だよ。おい、じゃあやってやろう、やってやろうじゃないの。いいよやってやろうじゃないの。いいよ。や楽しみだな。ー、1戦目、2戦目はね、まあ、お互いドローという形で終わってますから、すごいいい勝負だっまあ、た。接戦すのごい楽ね、しかった。ドローなんですけども、今回はね、まあ、ブームタウンでしかも、3戦目、4戦目はね、お互いの得意な武器を使ってのね、戦闘になりますので、これはね、先行の僕、万が一落とした場合はね、どえらいことになりますよ、これ。ちょっとやばいよね、ね。そうそうそう。焦るよね。だから割と、だから3戦目はサトヤが勝って、4戦目は僕が勝つが一番、まあ、あるべき姿なんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、どうなるかわからない。それを言うとね、仕込んでんじゃねえかってなっちゃうからね。そうだね。仕込みかみたいな感じになっちゃうから。まあ。で、ルールはね、L1 のこのパルスブレード、 R1 のスモークグレードなしで、あとはね、戦術もなしでいけますから、本当にそうです。スナイパー勝負ということでやっていきますよ。やっていっちゃおうかな。まあ、いつもね、あなたにはね、クレーバー使われて、いつもクロークでね、僕、頭悩まされてますからね。悩まされてる？悩まされてる、それクね、ロー大ク変のだね。ね、スナイパーはね、本当にね、上手い人がやるとね、どえらいことになるわけですよ。なんかね、一発目で仕留められる人だったらいいよね。そうなんですよ。怖ここいにいるね。かな？怖いんだよね、スナイパーはね。前回確か見つかんねえんじゃねえかとか言って、余裕ぶっこいてまし割たとでね。もいい感じで戦えてた。割と戦闘がね。さあさあさあ、どここかこな。から、どこかな。好きなポイントを。前回から戦い方を変えられてると厄介なんですけどね。まあさ、人は成長するものだからね、やっぱり。人を学ぶものだからね。その通りです。どこにいるかな。あれ？あれ？あれ？あ、違った。ないないない。今チラッて見えたから あれそうかなと思って、違ったわ。光の色が一緒なだけだって すげえビビった今なになになに、ちょっと打ってみていいよ、そいつを。やめろ、位置わかるだろ そんな心理戦には乗んねえぞ 打ってみていいよ。どこいる？全然わかんないな。どこかな？どこにいるかな？達也かと思ったら電柱だった。電柱ってどういうこと？どこだ？どこにいる？結構ポジション的には危ういとこにいるけど、今。本当に？危うい塔だよ。結構大胆な動きしてるけど、今回は。
大胆な動きしてる今。今大胆な動きしてる今。結構大胆。大胆な動きしてるけど。いねえんだよな。緊張感あるね。おお、静か、めちゃくちゃ。そこにはいないのかな、じゃあ。びっくりした、今レーダーちゃんは完準備完了って画面がピューって出たんだけど、すげえもう心臓上がっ心拍数上がったわ今。どんだけだよ。ああ、ビビリだから基本。だからホラーゲームの実況とかできないんだよね、多分。もうなんかバイオ、どこにいますか？バイオの実況やってるけど、本気でもう やめてほしかったもんだって。懐かしいね。あれ？違うか。見つかんねえぞ見つかんねえぞ。おー、大胆な動きしてるんだろう。大胆な動きしてくれ。してるよ。どこ？いない。いないな。これ鉢合わせた時が一番最悪だな。うん、結構今大胆に動いてるけど俺。嘘？うん、結構動いてるよ。わかんないわかんない。どこに隠れてんのお前。真ん中真ん中。いやいや、絶対真ん中じゃないでしょ。どう考えても真ん中じゃないでしょ。真ん中だよ。真ん中にいる。真ん中のわけがないでしょ。だってなんでそんなこと言ってるの。わかんないよ。うん、なんかいたな今。うん、お疲れ様でした。全然真ん中じゃねえじゃねえか。真ん中じゃないよそんな。当たり前じゃん。お疲れ様でした。あいつ逃げたな。あなたに会えたことはとてもいい経験でした。さよなら。あいつ逃げたぞ。あいつ撃ってくるかと思ったんだけど。撃ったら終わりだからな、多分。これ。あそこから移動したでしょ。うん。そりゃそうでしょ。おい、もう5分切ったぞ、5分切ったぞ。おー、もう、一発勝負みたいな。うん。感じだね。そうだね。そりゃ。よいしょ。怖え。オペクション。パイロットセントリー準備完了ってなってやっぱびっくりする、ね。なるでしょ。キュイーンとか言ってさ、いきなり。俺今結構大胆に動いてるけど。うわあ！よっしゃー！負けちゃうよ、これはまずいよ。それはまずいなあれ気づいた？一瞬。最後気づいた？気づいてなかった？いや、全然分かってない。多分。マジか。意識の外。意識の外。意識の外だって。いや、上取ったかなって思ってたんだけど。うん。あんな感じで。たまには見やすい、見やすいところね。そこら辺うろちょろしてたのはちょっと5秒前ぐらいから分かってた。あ、ほんと？マジさ、だって大胆な動きしてたもんだって、見つけてほしくて。そうだね。そしたら死んだね。ああ、やられたわ。ああ、怖い。どこだい？見つかった。どこだい？見つかったよ。出てこいよ。見つかったよ。てるるん、てるるん、てるるん、てるるん。いや、これもう見つかった瞬間、彼にはもうパンパンされるからね。どうやっても。あれ、どこ行った？やばいやばいやばい。あいつどこ行った？どこ行ったか教えてほしいかい。どこ行ったんだあいつ。
どこだ。分かった？今分かったね。目があったね。打つ前に分かった。打つ前に、打つ前に分かったから避けたね。くっそ。くっそ。あ、これ10分惜しいな。やばい、負けちゃうよこれ。負けちゃうよ。前回、前回こんな試合じゃなかったでしょ。こんななんかよく分かんないこれ。読み合いだね今回は。やばいよ。俺だって一発持ってないよ、だって多分まだ。どこ見つかった瞬間逃げてるからね。戦い方を改めてきた、やっぱ勝つためには。こっちが劣勢だが、まだ追いつけるぞ。やばいやばいやばい。あと1分です。よっしゃー。よーし。いやー、不用意に空中に出たのが幸いだったな。あれは俺当てれるぞ。当てれるんだぞ俺は。ざま見やがれこんにゃろら。ちくしょう。どっかいそっかい。よっしゃー。あれも当てちゃう、あれも当てちゃうから俺。当てちゃ、当てられる、当てちゃうから。もうこれはしのごの言ってられねえやつだ。怖え怖え。あいつ仕掛けてくるぞ多分。まあ言うてね、そんなもんだったよね。怖い怖い。あーあと2秒、あと2秒、あと2秒。あれどこ行った？よし、諦めたら終わりなんだ。ここだよ、ここだよ。ああ、よし。そう、逆転勝利。逆転勝利だね。いやさっきのはちょっと想定外だったわ。引き分けに持ち込めるかと思ったんだけど。あぶねえ。あーすごい、汗が、汗が半端ないね。汗が、汗やばいよ。もうね、やばい、超喉乾いてるもん今だって。どう来るんだい。船に乗りたいだろう。船に乗りたいです。船に乗るためには逃げろ。いてぇ。やられた。負けた気がしないわ今ので。今ので負けた気がしなくなったな。それはずるいよそれは。あれこれどうやって乗るの、これ上に。あれ高い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 、すげえ高かったよ。高かったでしょう。1,2 か。あー危ねえ危ねえ。前回多分なんか結構大差がついてたけど、うん、今回は危ない。今回はね、成長したわ。危なかったわ。よかったじゃん。危なかったじゃん。危なかった。あの空中で当てたのはね、結構ね、微妙だ。あ、外し、結構外したかなって思ったけど。ああ、なるほど。危なかったね。よいしょ。マップ1回？どうしようかな。そうそうそう。マップはですね。おお、マップどうぞ。マップは。スタックとか選べるよね。あ、選べるね。じゃあスタックで。やり合う、とことんもうお互いにやり合う展開にするつもりだね。だってあのクレーバー戦は遠距離で広いもん。はい、はいはい、マスフは近距離だからね。あ、じゃあやり合いましょう。はいはい。今のとこ僕がリーチをかけてますからね。確かに。そうです。確かにな。マッシュ先の方が良かったかな。いや、ほら、最終戦はポイント2点っていうのが、ほら。ん？ほら、最終戦はほら、ポイント100点っていうのがさ、やっぱさ、こういうのがさ、お約束じゃない？なるほどね。ああ、よし。好きにしてくれ。さあ、皆さんにね、最初にお伝えすると10分間、高速戦が。うん。うん。最もキルが稼げるであろう戦い方。うん。どこにいるかな。まあ、どこも何もないんだけどね。どこも何もないからな、この頃だと。
よし、おお、よし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 、そっか、接敵する回数がかなり高くなるからね。ああ、そうそう、やばいやばいやばい、あーくそー、あー言ってやったと思ったんだろうに、あーくそーミスボンだらー、くそー悔しい、早い早い、設定してんのが早いよ、あーくそ、どこ行ったどこ行った、あーやば、早い、ちょっと俺早い展開の試合嫌いなんだよな。あ、危ねえ。よし。あ、やべ、弾がね。よし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 。よしよしよし。補充するのを忘れていた。怖え。さあどこかな？よいしょ。あいつ逃げたぞ。よっしゃー、よっしゃー、危ねえ危ねえ、リスボンが、リスボンが、リスボンが怖い、リスボンが、どこかな、どこ行った、うわっ、どうした、待たれてた、怖い怖い怖い、ここじゃないかな、なんでカードのクリアリングしなくちゃいけねえんだよ、うわ、嘘嘘、強い、強すぎだろう、なんだよそれ、なんで当たってんだよ、そしてさっきのクレーバー戦のストレスをちょっと緩和させるために、あいつやりに来てるぞ、おお、危ねえ危ねえ、パンチが出た、パンチが、パンチが出たね、やばいな、ちょっと追いつきたいな早めに追いつきたいな、早めに追いついて、どこ行った、ここにいるよ、どこだい、よいしょー、でもちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、それはいいのか、どうしよう、いいのか、いい、どうしようがない、しょうがない、いいのか、格闘は最初からダメですとは言ってないから、あ、まあまあそうだねよし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 、こうさ、うん、相打ちしたらかっこいいだろうねバスンバスンみたいな感じでしょ、うん、弾がない弾がなかったー、やべ、4発打ち切っちゃったよ、え、嘘、構えんの早い腰打ちか、構えてない、構えてない、腰打ちか、よく当たるな、やばい、3点差をつけられてしまった、やばいやばい、おう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 、うーん、さすが、さすがです、おうって言ってただけだな、
やばい、でもあと4分あるからね。まだ慌てるような時間帯。確かに。慌てるようなね、展開じゃないです。よし。よし。あぶね、出てきた、出てきた瞬間死んだかと思った。本気で死んだかと思った。よし。おう、うまい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 。あ、追いついたよ、ほら。しびるわ。追いついたわ。あ、構えてんのね。俺はね、こいつの使い方はその家にあると思ってるから。よいしょ。怖い。怖いな。あれ。おう。あぶねえ、危ねえ、殺された時から一発外して、ね、希望してるな、お前なら勝てる。俺も出てきてびっくりしちゃったよ今。よいしょ。え、うそー嘘だと言ってよ。足音なんだよな。あ、嘘だと言ってよ、バーニー。よいしょ。怖い。足音だ、足音ならしちゃいけないからね。うん。あ、嘘を外したあのね、ヘッドショットしたのにね、倒せなかったね。よく見たよ。今足ピョン出してたな。うん格闘がどうしても出ちゃうね。格闘がね。さあさあさあ、そうそうそう。どこにいるかな。うん、やばい。どこ？どこに行ったの、あなたは。よし。危ねえ。足出たね。足出てたね。足出たね。ああ、いい勝負。残り1分半で1点差。いい勝負になってきたよ。うん、楽しみ。さあ、どこにいるのかな。あれ、どこだ。おぼおぼおぼろぱっぱろぱ。トゥルトゥトゥルトゥ、こっちがね、せいだが、まだ追いつけるぞ。ちょっと探せるんだけど。いや、俺も探してるわ。あよし。なんで右スティック押しちゃうかな。ちょっと右スティックを封印したよ。くそー、あと30秒だ。いいところまで。お、これ引き分けになっちゃう？これ引き分けになっちゃう？引き分けになったらあなた負けだよ。マジで？あなた負けですよ。パン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 。隠れてないで出ておいて。あ、いないじゃん。え、俺どこだよ。俺真ん中にいるんだけど。引き分けか。はい。珍しいことがあるもんだ。はい。ちょっと待って。引き分けだからって言ってさ、とどめ刺すね。はーい。あー、引き分けが多かったな。なー、どうする？これ、なんか見てる人からしたら、うん、あ、1戦目、2戦目引き分けて、じゃあ、1戦、うん、3戦目俺が取って、うん、ね、4戦目、じゃあ、
あやねちゃんがどうって面白くなってきたかなと。勝つのかな？っていうワクワク感があって、これはなんかちょっとさ、ちょっと悲しいんじゃない？悲しいってなんて悲しい。ちょっと悲しいよ。悲しい。わかりました。うん、じゃあそんなね、そんな皆様を納得させる、うん、納得させる、ね、策があるというのかい？策があります。お、こちらです。こちらです。いやもう、ね、いやラストタイタンスタンディングでやり合いましょう、うん、でちなみに、ね、マップはねちょっとスタックデッキ草原は選べないので、うん、それ以外でまあそれしょうがない。はい、じゃあいいですよ。あえてエンジェルティーじゃなくてレリックとかでいいんじゃない？レリックで新しいマップで、うん、でさすがにこれはあれでしょ、好きなやつを使って戦ってなおかつ好きな、うん、あるでしょ、ね、もちろんもちろん、はい、わかりました、うん、じゃあ番外編第5戦、はい、ラストタイタンスタンディング、はい、そうね、始まります。おいおい、いやー緊張感あるな。そうだね、もうちょっと喉が痛いよ。こうしてよし、行くぞ。何で来るかな、あいつ。まず様子見だね5本取った方が勝ちだからね、とりあえずこれで、ね、そうだね、3本じゃない、ラストタイタン3人。ああ、3本だね、うん、これで行こうかな。よいしょ。俺、サシでタイタン、ラストタイタンスタディングやる初めてだな。確かに。うん。このさ、敵のタイタンを初めてですね。あ、でもバッテリーは1個ずつ置いてあるんだ、やっぱ。おお、なるほど。これはでも、バッテリーの取り合いになりそうだな。うん。おいしょ、おいしょ。うーん、それで来るのかい。よいしょ。うわ、苦しい苦しい、やばい。どうした？どうしよう、やめてやめて、行っていいかい。うん、無理だね。どうしよう、なんかじゃんけんみたいな感じになってるね、もうね。じゃんけん、後出しじゃんけん、後出しじゃんけんだね。うん、次はこれでいくか。じゃあそっかい、よいしょ。やばいな、余裕ができたからね。あ、これちょっと俺コロッと負ける可能性があるな。敵の最短を決まって何もできずに負ける可能性がある。それはそれで、頑張れ。バカだね。俺のオートタイタン頑張れ。バカだね。俺のオートタイタン頑張れ。俺のオートタイタン。俺のオートタイタン。何をしてるんだい、本当に頼むぜ。いや、だってあんな上のやつが当たるなんて思わないでしょうよ。そんなん聞いてないよ。これは。あれだな、終わっちゃうかもしれないね、これ。あー、終わっちゃうね。だってそうか、そんなタイタン強くないか。いや、俺タイタン使うのヘッタクソなんだよね。俺はね、唯一の苦手がね、これなんだよ。そうか
なるほどね。早く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 。強すぎだろー、なんでだよー。シールド持ってたのにだよ。はあはあ、タイタンキル2しかしてないわ。はい、じゃあというわけで皆さん、あの、ご視聴何それ、だってさっきマッチフ僕の特にマッチフで引き分けに持ち込んだでしょ。うん、うん、喜ばしいことじゃないか。いや、総合的に見たら引き分けだからね。そうだね。ああ、まあ、僕が達也に近づいたということがよくわかる。いやいや、完全に俺がタイタン使うの下手くそだっていうのが最後露呈されて終わったでしょ、これだってそれあれだね、別に、ま、負けるより厳しいね。負けるより心えぐられるやつだね。うん、そうだね。もう戦い方がね、パイロットだけじゃないかな。戦い方が全然分かんなかったね。うんうん、何してんだろうねっていう感じだったね。はい。まあでも、すっきりしたわ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、皆さん次回も、今後とも我々の動画お楽しみにしておいてください。はい、こんな感じでお願いします。はい。じゃあ、次回もお楽しみに。はい。ほんじゃ、またね。お疲れ様です。